はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化青銅高校型理論でやっていきたいと思います。でデッキの方は手持ちの型だとこんな感じがいいかなということで型5人組にしてます。でプラス、渚ちゃんをお借りしてます。で型の中で、重ねるとね、やっぱりやる気効果アップを持っているキャラの方が経験点は伸びるんですけれども、やる気効果持ちはまず、岩井くんと、ナヌーくんもやる気効果ですね。であとは村雨くんも一応75あって、まともが、50だったかな。そうだね、まともが、50なので、優先度としてはこの2人はまず、重ねて、で村雨くんまともで、五十嵐がねやる気持ってなくて、ただ練習効果15なんで優先度としては1で2、3、4みたいな、そんな感じでやっていきましょう。だから金徳とかはもうほんとあんまり気にしない、気にしないっていうかまあそうだね、コツ、肩、まとも、よし、まともはただコツはいいからね、阿部人パワーヒなんで、あと肩レベルもなくなるべく上げてはいきたいよね。で精神が絶対足んなくなるんで、回復は基本精神で、肩ね6枚っていうのはねもう無理だね。肩キャラがそんなにいいキャラやっぱりいないんで、そうこれ持ってきたの忘れてた。なるべく早めにタッグが組めるように、だこういう時にそうだね、ちょっとメンタルやって精神を少しでも貯めておく。もう基本は肩かメンタルだけでいいと思うんだよね。そこで評価を上げられるキャラを上げていくと。あ、ただまあコツがあった時はさすがにか、コツがあった時はさすがにナヌク打球伸び、技術結構余りそうなんだよな。打球伸びむしろコツはいらなかったな多分ね。まともがねやっぱりそうだね、なんかすぐさ勝ったメンタルで中心でいきましょうとか言うけど、これはだって筋力やるでしょ。言ってることはすぐ変わるからな俺、言ってることとやってることが全然違うから。でコツ 17% か、微妙だな。やる気勢がねやっぱりどうしても初期評価低いんで、いやでも 17% か、攻めるほどでもないと思うんだよな。メンタルにしよう。ちょっとボスの評価も上げていきましょう。あと前イベと後イベのバランスもそんなに良くないと思うんだよね。高級タルで回復しとくか、精神ももらえるしね。でどうしようかな、2人上げられるんだよな。パワーヒーはとりあえず掴んであるから、ちょっとこっちにしよう。今回はやっぱりラッキーボーイとかあんまり必要はないけどね。でここも回復、ちょっと肩をね重ねるっていうことにこだわっていこうと思います。お、いいね、こっち。確率と精神力、これ真ん中だったよね。岩井くんもなんだろうね、そんなに高くないからね成功率。っていうかさ、五十嵐って何持ってんのコツ、全然使わないからわからん。今回このために35までレベル上げたからね。逆境連打だけ、エラーとか逆境連打だけか。肩どうしよっかな、ちょっと精神だね。今精神多いけど絶対足りなくなるんで、連打練習する前に精神量を1回見ておくか。とはいえまだまだあれなんだよな。あでも室内練習はコツが手に入るのか。コツはね結構いいと思うんだよね。ただやっぱ評価、いいや、やっとこう。友沢の評価は上がんのか、バントとかいらん、別にできるわけじゃないからね。で食堂、また室内練習場か。
だったらでも潰せるもんは潰しておいた方がいいか。一人ずつ、あ、ここ二人、いや、ちょっと評価にしよう。で、これは協力する。PY くん2回目。なんだろうね、精神力がどうのこうのって言ってるから、補給とか上げといた方がいいのかな。でもイベントの内容的にはそんな感じでもないからね。分からん。弾道は3にしておこう。あ、タッグが組める、ちょうど。まあまあまあ悪くない。村雨くんはちょっと乗ってないけど、まだ10月だからね、やっちゃおう。ラッキーボーイ、あれ、これは普通のやつか。で、これは三方なんとかなんとかみたいな。チームメイト評価が上がるんで。で、寮を除いて、こっち室内練習場によくいるな。さすが練習の鬼だな。で、岩は別にもう、こっち必要ないからな。少し潰せるのを潰しておきますか。といっても、そこまで経験点があるわけじゃないんで、まあ、悪球打ち。まあ、大打。ヘスラ。ムード。ホーム獅子とか。一応潰しとく。打球伸び。打球伸びはもう取っちゃおう。OK。じゃあ、的を持とう。一発逆転。これ誰がいい？凌介先輩、守備職人、よし。とはいえ、守備職人もさ、技術使うからね。ダブルか、ダブルで手を打つかどうかだよね。岩井くんは乗ってんのか。ナヌーク、食堂、ちょっとナヌークも重ねよう、やる気だから。これでどうだ。2、友沢がもう1か。岩井くん、あれ、岩井くんってどうだったんだっけ。で、肩、これで3は重なったのか。うん、とはいえ3タックだと、まあこんなもん、こんなもんかって言っても、まあ経験点的には悪くないけどね。やっぱり技術は乗るよね。で、精神がもう全然足んなくなってるわ。ちょっとね、やる気100が少ないんだよな。五十嵐の恋、これ知ってる。下で進むんだよ。なんか知ってる。一回だけね、使ったことがある五十嵐。結局、あ、超ラッキーボーイ掴んだわ。肩、ワンタックか。まあワンタックは捨てていいと思うんだよね。で、評価乗ってないキャラは村雨くんとかどうなったんだろう。村雨くん、やっぱりちょっと待ってね。祝い、やる気は重ねておきたい。五十嵐の恋2回目、勝手に進んでいくわ。で、薬師、また間でも自分で打っていきましょう。ここは勝つと経験点が結構手に入るんで、そういうところをかき集めてね、いかないと。ツーアウト、二塁、ミッシーマ、能力がクソだ。でも1点手に入れた。 OK、 俺が起爆剤になったな。これはボスの評価を得られたと言ってもいいんじゃないか。でも俺ショートなんだよね。絶対倉持ちの方がいいよ、この能力だったら。練習試合だからね、ボスも試してみるということできっと使ってくれたんだけど、不眠症になっちゃったよ。残り3、
いない。不眠症どうする？でもここコツだからな。練習 OK。 で残り2で、ナヌークが来てるからナヌークをやりましょう。いぶし銀で勝った。でここはなだめておいて、ちょっと少しでも精神をかき集める。まあ、ムードはね先に取っちゃったんでしょうがないとして、3か、まあ悪くないね。大体このくらいがちょいちょい続いていく感じかな。3タックくらい。体力が上がったか、最大値が上がった。でね、コツをどうするかって言われたらな、そろそろでもたまりそうだね。室内練習場はコツが手に入るしね、実質ってやる気が上がるくらいだからな、大して意味がないんだよな今のこの現状だと。コツを潰しますか。またパワヒーは取っておこう、取っておこうっていうか5でもいい。バントってさ、もう1回取ればバント職人は手に入んないよね。あ、ホーム突入。守備職ももう取っちゃう。でプレッシャーな。いぶしか、いぶしは精神使うからな。ラッキーボーイ33だけどさ、どこまで減るっていうのがあるんだよね。大して減らないと思うけど、まあいいや。アシストを取っておくか。速攻も取っておく。なぜかというと精神を使わないから、なるべく精神を使うやつを軽減したいんだよね。まあいっか、置いとこう。じゃあちょっとここは室内練習場コツを取ります。帳尻合わせで肩で、そろそろ、そうだね。お、踏み症治るんだ。ほっといてよかった。また今度。そっか、なるべく固まった状態でこの精神聖堂魂がたまるといいね。なるべくだってここ練習したいもんね。でこれで使っちゃうのはもったいない、はもったいない気がするけど、まあ、それでもやっておこう。肩これで2人。さてこれで、うん、ちょうど2人。こういう時に乗ってくれればないいんだけどな。まあこの2人か、やっちゃおう。救急車が救急車が来てる。で肩お一人。でも聖堂魂は結構乗るは乗るな。友沢サイン察知肩。これで誰かが寄ってきてくれれば。ゾノどうだ、誰か。おナヌク来てくれた。やっぱり技術だね、技術はたまるな。これやる気下がるんだっけ。これで、あ、そうか、聖堂はやる気が下がらないんだ。じゃあナヌク室内練習追い打ち肩。ひたすらこの繰り返しだね。悲しい。で一応練習を見て人が寄ってきてるかどうかで、グラウンド、グラウンドは魂がたまるんだよね、かなり。でただ今やる気が乗ってないからちょっとやる気を上げなきゃいけないと。俺のやる気は上がらない。すげえたまるな聖堂魂。2人、ちょっとやる気を上げときたい。よし、友沢実質いいね。やるキャップで、やるキャップで肩。ここで3人、解釈チャンスメーカーからの1、2、3人か。もう何人かいなくなっちゃうからね。ちょっと待って、技術がマジ溢れんな。技術溢れるけどやっぱミート上げらんないよ、精神足んねえもん。
肩上げる？肩練習してたかんね。まあ、ショートだからね。A は欲しいよね、やっぱり。で、意外にパワーも上げられそう。ここら辺までか。で、肩ほい。で、肩もレベルが上がりました。それひょっとしたら。なんかよくわかんないけど。ピッタ打ちのコツをかなり掴んだ。よし、ここは回復したい気がするけど、どうしようかな。俺がいるにしとこう。精神。精神がとにかく足りんげ。今のどっち？涼介さんだった？なんかやる気下げてきたけど。2人か。2人だったらな。やっちゃってもいい気がするんだよな。ほい。落ち合いコーチ。特に何にもない。あ、やる気上がった。で、ここに3人か。まあ、行ったところで今体力がないからな。どうしようかな。精神で回復しよう。よし、練習レベルアップ。ナヌーク。お、いいね、精神くれる。とにかく俺は精神が欲しいんだ。2人やろう。ダブルだったらもうやっちゃおう。よし、パワーヒッターからの1人だったらな。精神量見て、食堂で体力を回復しておきたい。げっ、コツか。あとは渚ちゃん。よし、精神くれる。まあ、渚ちゃんもね、結構精神くれるキャラではあるからね。で、ワンタックか。ただコツをくれるって言ってるからね。せっかくやったから、まあ、いきますか。レーザービーム、いらん。反復練習で、お二人か。 8% か。食堂か。あと2回くらいやると多分溜まるんだよね。よし、ちょっと今は溜めておこう。で、肩。できればやる気のやつをなんとかしたい。何いる？1人でしょ。じゃあ三ヶ瀬だったらナヌークだよね。ナヌーク肩。よし、溜まった。できれば3人で練習したいんだけど、3人か。300、400、500、600くらいは手に入るね。で、村雨くんのコツ。ただ約束自体はまだあるっちゃあるんだよな。岩井が乗るか。でももう聖堂魂溜まってるからね。練習しよう、ここは。で、ミートでちょっと技術を減らしたいんだけど、精神がガチで足りねえな。これ守備力も上げらんねえぞ。パワーはいけるか。いや、また技術余りになってんねこれ。まあ、いきますか。ほい。まともがすごいね。やっぱりまとものね。あ、守備コツ。そうか、村雨くん守備コツなんて持ってたんだ。選手は歯が命、こんなん知らんわ。なんだこれ。選手は歯が命、言われた通りに。虫歯除去、チームプレー、自分のやり方、虫歯除去、打球伸び、科学の力、虫歯除去。全部虫歯除去されんじゃん。で、上が精神だね。じゃあこれにしよう。よし、精神40。うわ、いない。ここは調達してくるか。あー、まあ、どっちもどっちだな。グランド体力が減るだけだね。
ちょっと無駄だったな。どうなるかちょっと試してみたかったんだけど、普通に恩恵が受けられないだけだったわ。じゃあパーキター取っちゃいましょう。この技術をね、摂氏に持ってければいいんだけど。クソ、チェンジアップ。スライダーか。まず1本目、最低でもホームラン2本は欲しいからな。まあ、岩井くんがねプラゴになってないからね、プラゴになってればさらに試合経験点ボーナスがついたんですけど、でナヌークは45だから試合経験点あるでしょっけ。出た、9回で点を取られる秒。引き分けじゃくんないのか。残り2ターン、ダブルか。技術本当にあふれるわ。打球の B コツ3じゃなくてもよかったな本当に。3位サチ取っておくか。対左でも取る。技術が余るから。アベレージヒッターダメだ、63必要だ。あ、広角打法直撮りしよう。バント職人ね、あんまり技術ってか例によって技術を使いたくないのよ。なんかある、せっかくだから魔術師はもう取っとこう。レーザービーム、高速チャージ、いぶし銀も使うでしょ。追い打ち取っとくか1で。まあもんかな。ではではでは、ちょっともうダブルなんでやっちゃいます。でここは普通に行きますか。もうみゆきの評価とかどうでもいいからね。22番だったらちょっとメンタルをやろう。精神一応30稼げるか。でここもなだめて精神で、お一人、お一人の場合はスルーする。ナヌーク調達コツ連打、ゲーコツかよ。成功もんで体力回復かつ精神。人がいない、おい。そもそもナヌークいねえじゃねえかよ。これ超詐欺じゃね。ナヌークのコツイベントが発生するようになったって言ってコツがない。マジ詐欺られたんだけどナヌーク。お前自室で休んでるな。じゃあちょっとグランドに行くか。もう一回くらい貯められればかなりいいんで、これどうしよっか。気合を入れよう。タイエースだっけ。ゲッ、アイコンタクト、精神を使うんだよな。しかも1か。ちょっと無理だ、すげえ無理な気がしてきた。岩井くんも調達しておこう。ラッキーセブン一応進んだね。で渚ちゃん、これ何がいいんだっけ。射的にしとこう。ダメだったか。で優勝する、もうこれは当然だよね。で精神が一応51稼げましたと。筋力と技術が76ずつか。ダブルにはなっているんだけど、どうしようかな。いねえじゃねえかよ。聖堂魂貯めちゃう。ちょっとかけてみようか。グラウンド1人でも聖堂魂貯まるよね。よし、1人置いてくれ。2人スルーする。
あーでも村雨がいなくなるのか、村雨がいなくなってしまうのか、ちょっとミートは瓶までだな。これ結構バランスいいね。でそこから一人か、メンタルは結構経験点いいね。ちょっとメンタルやるか。どうだ。でこいつそういえばさ、よくよく考えれば切磋琢磨とかさ無理だ、精神が足りなすぎる。俺守備力はあるけどさ、あれなんだよね、呼吸がクソだからなあ違う、守備力がないんだ、肩だけか。せめて C にしとこう。いや補給 F はやばいでしょ。うわ技術が余るな、ほんと余るわ。こっからずっと精神にする、その経験点のバランス的に。まあ、経験点を伸ばすだけだったらやっぱり肩練習をねやっておくっていうのは全然ありなんだけど、バランスが悪すぎる、いかんせん能力的にはミート B パワー B あれば、まあ、甲子園では、甲子園じゃねえや、試合では打ってけでしょうと。パワーヒも持ってるし、広角打法も持ってるし、真田のツーシームやだな。まず1本ようやくミッシーマに変わってる。お前にエースは務まらんよ。まだ投げてるか。ちょ、重い球なんて持ってんだこいつ。打たれ強さはありそうだよね。すげえ無神経っぽいもん。でダブルタックが来てなければ精神ワンタック。あーでもそれでもそれなりに経験点は入るのか。でかいはでかいよね、まあ、こっちもでもな、まあいいや。タックが切れたら魂。お前またか、やっぱりこっち足りん。コツをつかんでない、アイコンタクトとりあえず取っとこう。これもコツをつかんでないからな。切磋琢磨3で取れたのでもでかいな。1だったら結構な精神量だよね。まあ、最後に渚ちゃんがねくれるっちゃくれるからね、甲子園優勝すれば。嫉妬しやがった、別にいいけど。この回は上位打線から始まります。先頭バッターは矢作、完全に外れたボール。こいつも打たれ強さ20丸なんだ。投げました、危ない球。コントロールそんなに良くないんだね。第3球を投げました、これはいい当たりだ、いったー、入った。3点多い展開で迎える5回です。今日2打席連続で誰だ先発、古谷か。もう変わってるかもしれないけど、川上に変わってる。小杉って誰やねん。で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で矢作、まあ、こっちも知らねえやつに変わってるし。70くらいか。さてこっからは、こっからは何もなければ精神よし。一応強化された、ちょっとでも稼ぎたい。でコツ、岩井くんか。だったらもうメンタルに行こう、メンタルに走る。で切磋琢磨はまだ取れないか。120で超ラッキーボーイも精神でしょ。なんか精神足んないって言ってる割にはさ、金徳が全部精神系なんだよね。
余計バランスが悪いな。ノーアウトランナー一塁という場面で矢作、スプリットはボール、まずアウトコース低め、第2球投げました。いやこれはちょっと人伸び足りないよ。点を入れてくれたから良かったもの。リードで迎える2回です。ツーアウトランナー一塁という場面で矢作、いやさすが広角打法だね。聖堂、この回は2番からの高打順、先頭バッターは矢作、今日2打点を挙げています。打ちました、痛烈レフト前ヒット。ホームランが出ないんだけど。聖堂リードで迎える7回です。今日3打数3安打、矢作投げました、来た、もう一回回ってこい、入った、入った、待ってこなかった。あれ2本打った。でワンカタだったら五十嵐連打、少しちょっと待って、また例によってさ技術が溢れるぞこれ。どうしよう、マジでどうしよう。精神使わないで技術だけやたら使うやつ、ちょっとめった打ち取っちゃおう。もうそういう都合のいいものないのかな、チャンスメーカー。え、さよならとか、まあ、取っとこう。切磋琢磨っていける?超ラッキーボーイは60か。ラッキーボーイ置いとこう。切磋はちょっと取っときます。あ、これいいね。インコースかアウトコースかって言われたらインコース。もはや精神が足りなすぎて。取れん。早急か。まあ、取っとこう。せっかくだから。チャンスなんてもう絶対取れないわ。どうなんだろうな。お待たせいたしました。あの能見さんとか入れなかったのは後入れがね多すぎるんですよ。投げました、初球決まって、だからね渚ちゃんにしたんですよね、そのイベントの前後の関係で。もう投球はこれから3球目、打ちました、これはいい当たり、ライナーだ。なんとかだって全部完走はしたよね。ツーアウトランナー一塁という場面で、やはりジャストフェアか。三塁線フェアだ。やはりちょっと待って、この回は上位打線を取ってくれないな。先頭バッターはやはり始球地引っ張った、スタンドに入りました。甲子園優勝は必須だからね。古谷も頑張ってはくれている。今日3打数3安打やはり。ああ、いや、人伸びたりん。勝った。なかなかいい勝負だったね。ちょっと俺のバッティングがしょぼいけど。しょぼいけど、まあまあまあ、点はそれなりに入る。試合経験点ボーナスの人たちのおかげだ。まあ最後にちょっと。円卓。そうか、アーサーか。アーサーもな、嫌だな。これまた絶対技術余るわ。なんかいいのないかね、流し打ち。バント職人はな、いらないからな。チャンスメーカーコツあるから取っておきたいんだよな。いぶし銀も精神使うしな。超ラッキーボーイ取っとこう。連打が取れない。速攻いいっす。じゃあちょっとこれ上げときたい。まあ500あればさすがに溢れることはないでしょう。守備も上げておきたいんだよな、ショートだから。お待たせいたしました。てか補給がねなさすぎる。一塁という場面で矢作投げた。エクスカリバー超やだ、エクスカリバー本当によく3点取ってくれたな、ありがたい。トップバッターはやはり最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファーボール、第3球は見送ってボール、投げた、よし1本。
で、あれか、最後、なぎさちゃん、まあ、優勝すれば、ヒートアップか。あー、エクスカリバー、危ねえ。入ってたら絶対打てなかった。高速シュート、際どいな。こういうストレートをね、やっぱり逃さない。ちょっと、どういう勝負だ、これ。8対6とか。今日3打点を挙げています。完全にへばってる。第2球投げた。ちょっと振り遅れた。第3球を投げました。危ない球投げました。エクスカリバーもう全然落ちないね。最悪フォアボールになりそうだな。ほら、ここは歩かされます。そのまま終わったし。まあ、120、やっぱり試合経験点ボーナスっていうのはでかいね。2か。一応最後にね、渚ちゃんくれるからね。いや、やっぱりエピローグはね、あった方がいいよ、ほんとに。まあ、ヒートアップで使うことになっちゃうけど。8800か。まあ、もうちょっと4タックとかが来てなかったからね、まあ、4タック来たら来たでさ、どうせ技術が足んねえとか言い出してくるからな。ちょっとヒートアップ取っとこう。渚ちゃんからもらった精神そのまま使う感じになるな。ラッキーセブンもな、連打だね。せっかく5までやったから。で、どうしようかな。補給、補給いいっていうのはさすがにしょぼすぎる。で、守備やっちゃうともう肩を上げるしかない。技術余りすぎてんな。これ早急やっとく。あと取れそうなのは高速チャージ。バントシフトなんてショートにいらないでしょ。速攻、接戦、もう無理か。なんかあったね。なんだ、あ、レーザービームか。いらないな。でサブポジ取るのも精神必要だからね。それを考えると投手ってなんかあんの。クイック、打球反応、牽制、技術だけっていうのはないよね、どう考えても。まあじゃあパワー、いや肩でも上げとく。で最後に守備。よし、超余った。技術453も余ったわ。というような感じで、まあちょっとね、肩だけで固めるとどうしても精神力が足んなくなっちゃうんで、まあ、かといってね、今の肩キャラで、しかも男性だけでね、だから内藤メールさんとか入れらんないんで、内藤メールさんとかね、入れられてやると多分経験点とかもうちょっと伸びると思うんですけど、どうしてもね、やる気だけで固めることができない上に、ちょっと前後のバランスが悪いんでね、なかなか正当での肩精神理論というのは難しいと思いますけれども、まあ、一応こんな感じにはなりましたということで、まあ技術ポイントね、例によって持て余しちゃいましたけれども、精度は難しいね。本当にね、デッキの制限がね、厳しすぎる。本当、男性だけっていう、デッキの制限が厳しい割には、それに値するメリットもないからね。まあ、だから強化精度、とりあえずまあ9000取ったら、それでいいんじゃないですかねっていうところは、今のところ俺の感想です。まあ、というところで、今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。